何枚目？え、四、五、三と口に出せ。五。五枚目か。こそっとすんなって。まあまあ大丈夫よ。伊藤慎さん。44,000円だから。それで10枚入れてるっていうの怖いな。きっちり乗せよう。ちゃんと取れますよね。きっちりね。見せるとこでは見せるんです。ダメなんかーい。はい、60ゲーム184枚。はい、ここからですね、いきます。頑張って頑張って。まあ、だから待ってっから、うん、アンジュが天井行くまで続けといてください。 OKOK。ああ、しかも伊藤さん、ナイトクルーズ。おお。レア役イコール上手勝手です。そこ結構ゲーム数バラバラで、続くときはね、20ゲーム以上続きますけど。ああ、落ちるときは結構すぐ落ちたりすることもあるんだ。そうです。力みすぎると良くないよ、力みすぎると。リラックスして。大丈夫？肩もむ？ああ、落ちちゃった。あ遅いよこれね、揉むっていうタイミングが。多分抜けた後すぐレア焼きしたパターンや。あんなに引き出たレア焼き。あー今ジャクチェでカモン。あージャクチェ。あ赤い赤い赤い。 50% 以上。おお来た。カモンループ。おっけー。あ、カモンループです。カモンループいいですよ。これね、1個の上乗せでね、でかい、でかい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 。あ、あるあるある。おお、すごい続いてる。でかいよ、でかいでかいでかい。おお、来るね。すげえ。何回目だこれ。100ゲーム以上は行ったよ。いや男だなやっぱ。あー、さすがに乗った。いや、これできっかけは残り95ゲーム。いや、いい、うん、すごい、うん、いいか、立花、こういうことだぞ。そうなんだよ、ギリギリでもやれっから。今やり始めたばっかだろ。見せたかんね、こうやってやんだよっていうの、はい、大丈夫です。まあ、言うて立花アンジュさん、はい、もうあなた760ゲーム以上回してますんで。回してます。もうボーナスは近づいとるよ。うん、それをどう持っていけるかだよ。もう始まってるってことです。はい、はい、あなたの AT が。お、乗せてる。おー、強チェリー。あ、いいんだ、強チェリーだ。黄色か。ダメか。おー、来た。いい、うまい。いいよ、20、20。こんなルックするの。おお。いや、それ50パー以上取ってますね。取ってますね。気持ちいい、それ。30でかい。いいか、立花。こういうことなんだぞ。こういうことだぞ。分かってるよ。はい、分かってんだよ。足当てやりたいのよ。いや、でもよかったね。これだけさ、情けない内容でもさ、アンジュさん次第で、こう、番組のこう方向性変わってくるっていう、すごい大きなポイントになってるんで。いや、じゃあさ、黙っといた方がいい。それはそれで寂しいじゃん。プレッシャーかけられた方がどっちに転んでもいいのよ。そう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 。よっしゃー、ラストスパー。めっちゃ行きますね。めっちゃ行くな。やばいな。だからねえ、出せてないけどチャンスもまだ。そんな行くんだ。頼む、それ。あー、スイーズ。うわー、これは来たでしょう。来た。はい。さあ、ちょっとゲーム数かかりましたけど、まあ、約1600枚残してボーナス取ってになります。はいはい。こっからもう一展開行きましょうか。まあ、あまりにもアンジュさんがついてこないんで、もうこっちで行きますわ。まあ、ちょっとはね、
あの保険もね、バツナギ、バツナギ頼んだ、バツナギ余裕は、うん、お前のバツナギの本当大変だよ、すまないな。あ、さっき糸澄さんチャンス目だったんですよね、うん、通したのが、はい、ダブルからは誰も通してないってことか、そうだ 10% を、あ、そうだね、誰も通らず、うん、3人合わせればもう10回ぐらい止めてるんじゃないかな、難しくないか、鏡どうやって出すの、あーラスト、うわードリームカマゲームいかず、895枚デフォルト画面、私お金なくなっちゃう、大丈夫よ。いやなんかすげえ なめてた。もうちょっとなんかああもう5万もありゃ十分足りるだろうと。そういう台だと思ってた。鏡は結構持っていかれるからね。本当にそこもサラバン仕様なんですね。そう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 。うん、なんかさスマスロになったんだしさ、うん、そろそろさ電子マネーとかで打ちたいよね。危ない危ない、危ないこと言い出したこの人。クレジットカードとかどっちも使いたいとか、そう、あ、現金なくなっちゃったわ、クレカ入れる。最後の1000円はい、はい、950ゲーム、まあ、ちょっとここは一つね、チームメイトとして天井までよく頑張ったと、うん、まず言います、ありがとうございます、よく耐えた、こっからだぞ、こっから、はい、見たよな、伊藤新さんの AT も見ました、僕の AT も見ましたよね、やり方分かったよね、分かった、うん、簡単、うん、赤7、赤7でもやれます、頼むぞ、はい、もう私には後がないんだ、ここで AT に入れないと、はい、後がない、今日から生きていけないんだ、生きていけない、それぐらいの危機感を持って今日からもうずっとそば、コンビニで森そばしか食えなくなってしまう、ここでそんなのはダメ、いけないんだ、はい、あまりかっこいい、どうやったらアンジュさんが力を発揮できるかな、これがあれば頑張れそうみたいなのがあれば、伊藤さんがあのやってくれますけど、いやまあことと次第によっちゃうよ、それはまあ叶えられること叶えられないことがあるから、いろいろさ、応援のお歌歌って、応援のお歌、うん、応援の歌ってどういう歌なの、お願いします伊藤さん、いやもういいよ、アンジュさんに応援の歌って言ったらもう多分古いやつだと思いますんで、歌なんか、ね、歌、はい、いやまあだから応援すればよいでしょ、うん、プレそれじゃダメ、え、歌、うん、歌じゃないとダメなの、なんで歌じゃないとダメなの、でもな、フレフレ以外がいいな、関係的なやつじゃなくて、ちょっと手本見してもらっていいですか、いいよ、投資いくらあんだ今、今ですね、5万ちょうどです、5万ちょうどか、5万入れたんか、ってことは2000倍以上だな、6万円と2000円までは許しちゃうだけども財布にお金が1000も入ってないの1億と2000万までは貸しちゃうぞおおおおいきなりできた、いきなりよ、おらきた、おーよし60段初めて、まあ、こういうこと伊藤さん覚えておいてください、ええ何これ、応援は届くんだから、何ボーナス、これ何、関係ない、関係ないよ、ボーナスプラスってなってたけど、あ、プラス20ゲームってことの表記か、
どうした、なんだこのチャンス、あれなんか引けました、天国か、あーレインボーだ、え、なに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 、天国ですか、94ゲーム94だから天国かな、アメリカズ柄来い、あーダメだった、まあまあまあいいでしょう、さあやってやりますかね、いい時間入ってきたよこれ、ちょっとここからね、終盤にかけてみんなで怒涛の追い上げ見せて、はい、最後は全員で負けて勝とうぜ、おい勝とうぜ、そのためにはまずは入れないと、はい、そう久々に来た、止まれ、お3つ止まれ、だぞ次いけ、あと7ゲーム、まだ分からんよ、継続あるかもしれんからね、継続あってくれ、ない、あおりなんもない、まあまあ、最終的に出せばいいからね、まあ、はい、最終的にね、まあ、ただただ一つだけ言わせてもらうと、うん、そのこと言うな当ててからいいや、うん、当ててからでも、うん、喋れよ、はいわかりました、おいお前ら、どうしたどうした、これがボーナスだよ、いやボーナスは知ってんのよ、別に今さら珍しくないじゃん、もう一回見せてやるよ、あー見せて見せて、口ばっかだからさ、口ばっかりじゃねえよ、ちゃんと出してるし口ばっかりは隣のなんとかさんだよ、立花です、立花さんでしたっけ、はい、あそうそう確かそう、下の名はアンジュです、もう名前すら出てこなくなるよ、当たりが遠いってことはそういうことだよ、いたなそういう人もみたいななっちゃうから、やだ、そういえば最近出てないよね、いや使われてないだけです世話がないって収録してるんですけど、やだよ、誰がおっさん2人が打ってる動画なんか見んだよ、だったら自分でちゃんと撮れよ、そうそう、ちゃんと撮れ高押さえてくださいよ、はい、あの僕はねちょうどゲーム数がちょっと微妙なところなんで、あんちゃんがまあ次当たるまではちょっと様子見ようかなと思ってますんで、うんうん、はい、これをねいつも見てくださってる皆さんのコメントなんかをちょっと紹介していこうかなと思いますけど、お願いします、すげえ声だな、小学生やん、誰のこと言ってんだろうね、エトセイさんだな、俺小学生っぽい声なの審査単独の時はいい人キャラだったけど、他の番組も含めて出番なくても出しゃばるのがうざすぎなんかそういうのばっかり読み上げてないいいコメントは、いいコメント、あでもこんなのも来てますよ、アンジュちゃん足細い、ハート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 、それ多分嫌味ですよ、嫌味、そうなの、うん、アンチですあ、嘘、このコメントアンチって言い始めたらほぼアンチになるぜ、いやもうアンジュちゃんは声可愛いけど気が強そう、気は強いよこの子ね、負けん気が強い、すごくすごい悔しがるやん、いや悔しい、あ悔しがるね、確かにね、めっちゃ悔しい、本当に悔しい、だってあの太郎の時もさ、もうなんかへこたれてたけど、私あれから太郎4、4、5回打ちましたからね、悔しすぎてでもそもそもまあいろんなこと書かれてますけど、はい、それだけのコメントが寄せられてるっていうことがね、そうですよね、ありがたい、うん、本当にありがとうございます皆さんね、ありがとうございます、このラブフォースワンみたいなエステだったんですか、すごいラブフォースワン行ってる、そうなのよ、なんかめちゃくちゃ行くねそれ、うん、そうなのよ、いやでもカップ引けないな、で引かないなら引かないでね、最初の10ゲーム来ないでくれる、よし引いたチャンス、おおたー、よしよしよし、いいよ、あー200ゲーム台なんとか、
またお金が。あ、2回目の AT ぶち込むか。ハマるし入れれんしね。もうすごいね。あれお金は結局どうなってんの。シサさんが1万円貸してくれた。あ、いや、愛しさん言ったけどこれ僕らのお金ですから。いや、そうそうそうだよ。すいません、本当にごめんなさい。もう嫌だ、本当に。私、お母さんからパチンコでもスロットでも好きなことしていいけど絶対人にお金を借りて打っちゃいけないよって言われてちゃんと推しを守ってきたんですよ。お母さんすいません。お母さんすいません、ね、ちょっと番組なんでしょうがないですよ。やめるわけにいかないんで。すいません。まあ400だからな。やばいな、ね、久々にこんな。これ赤7だった時のダメージたるや半端ないね。違うでしょアンジさん、もうここまで来たら赤7も青7も関係ねえんだと。あ、それそうだ。どっちが来たって入れてやるよという気持ちが大事よ。はい、もう後には引けないのよ。まあ確かにそりゃそうだ。後には引けねえ。後には引けない。この台がどんなに見てる左の人なんかボーナス、あれボーナス聞いてなかった、あの人。ええ、あれ何入れたの。あらあらあらはさあ行きましょう。2回目のアメリカンリー、そして1ゲーム目アクセリー。 いいよ。でも乗らないってことは違うのか。そうか、スタートしてなかったってことか。あー、そっかそっか。なんかアンジュが泣きそうな顔で俺を見たんですけど。どうした。いや、二人で AT の話して楽しそうだな。お前も入ってこいよ、見てんだから。シサさん、言いづらいんだけどお金なくなっちゃいました。いいよ、俺のお金じゃないからさ。そうだね、今いくら目これで。8です。8か、すげえな。凱旋でも打ってんのか。いや、びっくりしてます。あの、自分でもどういうことかよく分かってません。さあ、ここでですね、天井を間近に伝えた立花選手、ちょっとお話伺ってみたいと思います。立花選手、はい、まもなく天井でボーナスとなりますけれども、はい、自信のほどは。そうですね、あの、結局天井まで来たということで、自力でボーナスを引いたわけではないですから、そこまで貯めてきた引きを、このボーナス中に発揮します。ご自身の中で AT 当選率何パーセントぐらいまで上がってるでしょうか。そんなのはもうもちろん 100%、 飛び越して 120% です。必ず AT 入れると、はい、万が一ですね。万が一ですよ、はい、次のボーナスが AT に当選しなかったとなった場合はいかがいたしましょう。その際は潔く ATM に行きまして、ちょっと自身の口座からお金を下ろさせてください。で、もし可能であれば一人で居残りしてでも AT に入るまで打ちたいと、そのぐらいの気持ちでおります。なるほど、なるほど、まあ、とにかくここは入れると。はい、すげえな。そうか、天井ってことはつまり引いてないんだもんね。そうなんです。1900ゲームハマってるって。いや、そういうことだよね。なんならもう3000ゲーム間 AT なしです。本日1回も AT がないです。ごつどうかしてるね。まず青7来い。はい、青7来い。2階天井青ならで頼む。わあ、赤7。いいよ、取れよ。取れなかないんだよ。取ればいいだろ。いや、まだ分からんよ。分からん。そう、入れればいいんだから。入れればいいんだから。オッケー、うん、今日6回目6回目か。大丈夫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 。待って、アメリカを狙え。あ、いいね。古
そういうの大丈夫、イメージしてるね、イメージしてるイメージ、もう下段に止まっちゃって、あこれはあ、ここで待っちゃった、止まっちゃった、あー揃っちゃった、お前の意地を見せてみろ、はいはいって気合い入れたつもりだったの、おー下段、下段さっきメトルしたやつ、大丈夫大丈夫、いやー熱い、四丁ゲーム次。取れてればこの後ゲームで来たりもするからね。おお。泣いた。次60。まだわからんよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ拍手するほどの展開でもなかったですけど、まずはね、うん、今日初打ちだったアンジュさん、うん、感想聞いてみましょうか。うん、聞く、え、そこから聞くの？聞く、うん。初見の感想どうだったかな。うん、まあ。ちょっと待って。うん、ちょっと待って。何？なんだその偉そうな態度。え？いや。お前さ、うん、胸隠すんじゃないよ。そこしかもう。そこしかないってなんだよ、それしかないんだから、出さなくていいけど、いやいやいや、何にもできてないやつが一番偉そうに喋ってるっていうね、逆にあの台をさ、いや私は人柱になったんだよ、あなったのねえ、あの台誰が代わりにあそこまで打てるの、打てないでしょ、別に人柱になったの、感謝してほしいよ、もう視聴者のみんなも感謝してほしいしさ、みんなの代わりに打ってやったと、ねえ、このお店だって感謝されていいと思うよエバルでしょうが、まあ、いいんだけど、うん、大事なのはキレポイントです、そうなんですよ、はい、それどうだったの、うん、っていうね、うん、ちょっと待って、キレポイントで僕とかイトシンさんがもしダメだった場合、いやそれはそうです、一番得するパターン、いや本当にあるのよ、乗り食い女王と呼んであげる、そしたら今回キレポイント最下位はじゃん、アンジュさんです、私そりゃそうでしょ、私ですか、そりゃそうだろ、あの状況で切れられても困るけど、うん、まあ確かにね、もう、まあ、何やってんのってなっちゃうけど切れづらかったよね、おじさん、ね、え、どうですか、2連続切れポイント、いや最後のコーナーですね、はい、あのもう絵に入れる気満々でしたけれども、ね、はい、今日はですね、2連続天井、じゃ最後、なんちゃら、はいはい、お祝い、おにはおに、ちゃんと喋ろう、はい、というわけで本日は大変不甲斐ない結果となりましたが、それでも切れます、それがプチギレです、プチギレ第10回でした、ありがとう、失礼します、あいやおー、ちゃんと喋ろう